こんにちは、速稼塾の久保です。私は余暇の一つの過ごし方としてね、古民家カフェっていうのによく行くんですよ。古民家カフェっていうのは昔の、豪邸とかね、武家屋敷っていうのがそのまま残っていて、その保存されている大きなお屋敷を、現代風にね、少し手を加えて補強してお店のようにしたところなんですよね。そこに行くと、当時ここにお住まいだった方はどんな身分の方だったのかなとかね、どんな収入を得ていて、どのぐらいの資産があったり、それからどんな人がこの家の中で働いていたのかなといろいろ想像するんですよね。で、先週行ったところなんてのは、ちょっと大きなね、庄屋さんのお宅で、それが、時とともに朽ちていって、それが今その飲食店を経営されているオーナーさんのところに、渡っていってですね、そこの飲食店はメニューが1000円前後っていうふうにね、非常にリーズナブルなんですけども、やっぱりお屋敷の作り方がね、立派なんですよね。何一つとってもちょっとため息が出るぐらいで、その空間に入れることが本当にこう喜びみたいな、食事をしに行くというよりもね、その家を楽しみに行くみたいな感覚なんですよ。それこそ床の間から2つある玄関、つまりはお客様をお迎えする玄関と、その家のね、使用人、お手伝いさんが出入りする玄関とに分かれてるわけなんですよね。そういったところも、予備知識があるからこそ分かるところもありますし、あとは梁って言ってね、家の上に大きな一本木をドーンと据えて、それで家の補強してるところがあるんですけども、いや、この梁に使ってる木っていうのは、それこそね、一本当時の価格で今に換算すると数百万から数千万するだろうなっていうふうな一本の木を綺麗に仕上げて据えてるわけなんですよ。あと欄間って言って、部屋と部屋のつなぎ目にあるその天井の敷居のところですよね。ここの欄間もね、非常に立派なものが刻まれていて、今欄間を作る人ってのはいないんでしょうね。その欄間だけが転売されているっていう経緯もあるぐらいなんですよ。で、今回何が言いたいかっていうとね、そういうふうないわゆるお金持ちとして過ごした人って昔からいたと思いますけども、私こう思うんですよ。お金持ちとかね、今で言うと億万長者っていう言い方かもしれません。ざっくりとね、億万長者っていう言い方にしますけども、それは億万長者になるというよりも、その億万長者の世界から招待状が届くっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。私の場合はそれはインターネットだったり YouTube だったんですよ。 YouTube とかインターネットっていう招待状が届いたんで、それを受け取って、その招待状の通りに進んでいったら、大きなお屋敷があって、そこが奥というね、普通の人ではたどり着けないような世界だった。そこに足を踏み入れたって感覚なんですよね。ですんでね、今古民家カフェを行きながら、ここに来れるようになったのも、自分が今の暮らしを手に入れたからなんだろうなと。なかなかこういった趣味を持てる人はいないだろうなとかね、こうやって掛け軸を見るとね、その掛け軸1枚が10万とか50万とかするわけなんですよ。でも、そのぐらいの金額ならしょうがないよねって思うのが、その家に合わせた掛け軸なんですよね。まさにそんな立派な家にね、3980円の掛け軸が似合うわけがないんですよ。でも失礼ながら、ワンルームとか 2DK にはやっぱりね、1万円前後の掛け軸が相当だと思うんですよ。そういうところに100万とか1000万の掛け軸ってのは逆にアンバランスになってきますんで、やっぱり住まいやそこにお住まいになってる人とか、そういったものに合わせた環境とか、物で溢れていく、思いで溢れていくってことになるんだろうなと思うんですよね。さあ、それでいろいろと考えていくときに、この招待状っていう考えなんですよ。向こうから招待状が来て、それでそこに足を踏み入れることができる。私は今ね、武術っていうか中国の、カンフーとか憲法っていうのをものすごく興味を持ってね、その歴史を見たりとかしてるんですけども、ある一流の武道家っていうのは、こういう映画に出ませんかとかね、こういうふうな企画をしませんかっていうふうに向こうから招待状が来るんですよね。で、逆にこちらから自分のことを使ってくださいっていうふうに売り込みに行く人、こういうのったらこっちから行かなくてはいけない時点でもうね、アドバンテージとしては失われているっていうふうな考え方もできるんですよ。つまり、しっかりと YouTube 活動したりとかね、ネット活動する中で、向こうから稼ぎの招待状が来るっていう考え方、それが奥というところに現れてるんではなかろうかと思うわけなんですよね。おそらくタカさん、これからそういった奥の世界から招待状が届くんではないかなと思いますし、いや、すでにもう今届いていて、その招待状を開いている途中なのかなと。それがこの気になる男シリーズの中に散りばめられているんではなかろうかと思います。そしてその招待状っていうのは、多分この気になる男シリーズをご覧になっている方にも届いていると思うんですよ。というのがね、こんな少ない再生数の中に奥のヒントが込められている、これほとんどの人がやっぱりたどり着かないですよ。多くの人が見るのは人気のはじめ社長とかヒカキンさんとかね、寿司ラーメンリクさんとかね、ああいった YouTuber さんだと思うんですよ。確かに面白い。で、稼げるかっていうと、
非常にその中から稼ぎのエッセンスを抜き出すことは難しいと言わざればないですよね。やっぱこうエンターテインメントですからね、難しいと思います。ただ私はタカさん、それから吉谷さん、ナミさんっていうのはそこに1億円、2億円という奥の世界に通じるようなパスポートをですね、日々こうやって配信してると思うんですよ。ぜひね、タカさんの他にもたくさんの方がご覧になっていると思いますので、そういった方にも受け取っていただきたいですし、その最初の招待状として22日の21時からナミさんとタカさんがこうね、ズームでお話し合いをされるっていうところ、そしてその次の週には29日、今度は私ですからね。これはなかなか貴重な試みだと思いますんで、自画自賛するわけではありませんけども、やっぱり私がね、今自分の立場じゃなくて、そうじゃない立場としても、このライブは見たいなと思いましたね。そしてこういった機会に関われること、これは奇跡だと思います。数億チャンネルあると言われるこの YouTube の世界で、この稼ぎに通ずる一本道をね、探り合ってたわけですから、この動画をご覧の皆様には招待状が届いているというふうに私は思えるんですけどね。それでは補足動画以上でございます。